こんにちは。タブーされている性の知識を大人に広める協会理事長の夏山です。本日のテーマは梅毒です。タイトルやサムネイルにある通り、この梅毒っていうのは近日公開される鬼滅の刃遊郭編に出てくる上限の6の鬼にめちゃくちゃ深い関係がある性感染症となっております。アニメや映画派の方はネタバレになりますのでご注意ください。上限の6の妹の方であるダキの人間の時の名前は梅で、これは死んだ母親の病名から付けられたと作中にあります。遊郭が舞台であること、それから牛太郎の体であったり顔に梅毒の特徴があることから、ほぼ間違いなくダキと牛太郎の母親は梅毒であったと考えて良いと思います。梅毒というこの性感染症を皆さんもおそらくどこかで聞いたことはあるかと思いますが、いまいちどういった病気なのか分かっていなくて、自分とは無縁だなって思っている方って多いと思うんですね。でもこの梅毒に感染して放っておくと結構やばいことになってしまいます。治療法がなかった江戸時代には、この梅毒にかかると鼻が取れるというふうに言われていたくらいです。今回の動画ではこの梅毒についての理解が深まるのと、それと鬼滅ファンの方には朗報なのですが、作者である後藤家先生の凄さがわかります。もうめちゃくちゃ計算されていて、設定がすごいなって感じるところがいくつか出てきますので、ぜひ動画を最後までご視聴ください。まず梅毒は性器であったり全身の皮膚にできものができるっていうのが特徴です。この梅毒トレポネーマと呼ばれる細菌に感染することで梅毒が発症します。で、主な感染経路は性行為です。それから母子感染というものがあります。これは母親の胎盤を介して胎児に移ることなのですが、上限の6の兄の牛太郎は幼少期からこの梅毒の特徴がありましたので、性行為で感染したとは考えられにくく、まあ、おそらくてか、まあ確実なんですけど、母子感染しています。それから感染者の体液であったり血液が傷口であったり粘膜に触れることで感染するというケースもあります。なので遊郭編の最後って、炭治郎が牛太郎の首をこうスパーンっていくと思うんですけど、その時に牛太郎の大量の血が出てて、で炭治郎も死闘の後でめちゃくちゃ体が傷だらけですから、その大量の返り血が炭治郎にこうバサーってかぶさってたら、炭治郎も梅毒に感染していたという可能性があったんですね。では梅毒はどういった症状かですが、まずは牛太郎が感染した先天性梅毒についてです。でこの先天性ってどういう意味かというと、生まれつきっていう意味があって、赤ちゃんが生まれる前にお母さんの体内で感染しているので先天性梅毒と呼ばれます。でこれとは反対に後天性梅毒というものがあって、これは生まれた後に性行為とかで感染する梅毒となっております。まあ、同じ梅毒なんですけど、赤ちゃんと成人が感染するので症状が少しだけ異なります。で先天性梅毒は時期によって早期先天梅毒と後期先天梅毒に分けることができます。まずこの性期先天梅毒っていうのは生後3ヶ月以内に発症する梅毒で、特徴としましては手のひらであったり足の裏に発疹ができたり、まあ、それから鼻であったり口周辺に皮膚の異常が見られます。それから発育不全や鼻詰まりなどもあります。で次にこの後期先天梅毒についてですが、これは生後2年以降に発症する梅毒です。牛太郎の幼少期の描写がこれをすごくよく表しているので見ていただきたいのですが、まず角膜実質炎という症状があります。これは目の角膜に異常があって、まあ見ていただけると少し充血して赤くなっているっていうのがわかるかと思います。それとパッチンソン氏っていうものがあって、これは簡単に言うと歯がガタガタになってしまうというものです。それから感音性難聴といって、耳の奥に異常があって音が聞こえにくくなるという症状があります。そして最後に
鼻であったり口ですねに潰瘍ができます。でこの潰瘍は何かというと皮膚が傷ついてしまって皮下組織が露出しているっていう状態を指します。なのでおそらくなんですけどこの牛太郎の黒くなってるあざみたいになってる部分ってこの潰瘍を指してるんじゃないかなっていうふうに思われます。まあ、ただちょっとこれは個人的には定かではないかなって思ってます。それと鬼滅の設定がきちんとされているなって思ったことなんですけど作中に牛太郎が小さい頃に枯れ枝のような弱い体であったとあるんですけどこれがおそらく発育不全を指しているのかなっていうふうに思いました。それと注目していただきたいのがこの鼻づまりっていう症状と感応性難聴っていう症状です。まあ、要はこれって鼻づまりなので鼻の嗅覚が悪いっていうことですよね。で感応性難聴は音が聞こえにくいっていうことなのでなので牛太郎をやっつけたのって嗅覚が鋭い炭治郎と音柱の宇髄天元なので、まあ、おそらくこの牛太郎の弱い弱点のところに特化したこの炭治郎と天元様っていう2人がこうやっつけたっていう構図になってるのではないかっていうふうに僕は思いました。まあ、どうですかね、ちょっとこれこじつけだろうって思う方もいらっしゃるかもしれないのでもしよかったらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。であと一つ個人的にこの鬼滅の設定関係で感銘を受けたものがあるんですけど、まあ、それはこの後天性梅毒の説明の後に説明させていただきます。はい、ということで次は後天性梅毒についてですが皆さんが気をつけないといけないのはこの後天性梅毒です。でこの後天性梅毒は病気の症状が段階によって少しずつ変わっていきます。まず第1期梅毒ですがこれは感染から約3週間後から発症するものです。感染部位に硬いしこりであったり潰瘍ができます。でこれらのしこりっていうのは実は痛みがないっていう場合がほとんどでなので、まあ、女性でいうとこの女性器の中とかにできてしまうと発見ができないっていうことがあります。でもっと怖いっていうのがこのしこりとか潰瘍っていうのは2から3週間放置してると自然に消えてしまいます。でこれは治ったっていうことではなくてこの細菌の梅毒トレポネーマが血管の中に入り込んで血液を通して体の全身に回っているっていう状態なんですね。でその状態を減ると次の第2期梅毒に段階が移行します。で第2期梅毒ですがこれは感染から約3ヶ月後以降に発症します。特徴としましては手のひらであったり足の裏それから顔であったり体全体にうっすらと赤い発疹が出ます。でこの発疹が出たらもうすぐに皮膚科に行ってください。それから性器や肛門にイボができたり髪の毛であったり眉毛が抜けるなどの脱毛症状が現れたりもします。この症状は約3ヶ月から3年続くのですがこれも第1期の時と同じように自然に消えてしまうっていう怖さがあります。これも当然梅毒が治ったっていうわけではなくてあくまでもこれは潜伏しているっていう状態になります。この状態を潜伏梅毒というのですがこれがこう再発を繰り返しながらどんどん次の段階に移行していきます。現代ではもう大体の方がこの第2期で気づくので治療を再開することができるんですが治療をしないでそのまま放置しておくとこの第3期第4期に発展してしまうっていうこともなりかねません。次に第3期梅毒ですがこれは皮膚だけじゃなくて骨であったり筋肉それから臓器に硬いしこりであったりゴムのような腫瘍であるゴム腫ができてしまいます。でこのゴム腫っていうのが周りの細胞を破壊するっていう特徴がありましてなのでこの鼻骨周辺にできたゴム腫によって鼻が欠損するっていうことが昔に起こっていたので梅毒ができると鼻が落ちるっていうことが言われていたそうです。そして最後第4期、まあ、末期症状なんですけど
心臓であったり血管、それから神経に異常をきたしてしまって、場合によっては死に至るっていうことがあります。昭和時代にこの梅毒の治療方法が確立されたので、現代ではこの第3期であったり第4期に至るっていうことはもうほとんどないみたいですが、でも鬼滅の刃は大正時代になりますので、おそらくダキと牛太郎のお母さんはこの梅毒によって死に至ったのではないかなというふうに思われます。で、個人的に後藤家先生めちゃくちゃすごいなって思ったことなんですけど、なんでお兄ちゃんの義勇太郎は先天性梅毒にかかっているのに、妹であるダキは先天性梅毒にかかっていないのだろうっていうふうに疑問に思わなかったでしょうか。これにはきちんとした理由がありまして、実はお母さんが第1期であったり第2期の梅毒にかかっている状態の母子感染っていうのはめちゃくちゃ確率が高いですけど、この潜伏梅毒であったり第3期以降ですね、この時に母子感染をする確率っていうのは約 20% ぐらいになるそうです。なので、まあ確実だとは思うんですけど、このお母さんが第1期第2期梅毒の時に義勇太郎が生まれて、でこの潜伏梅毒もしくは第3期以降の時に妹であるダキが生まれたから、お兄ちゃんは先天性梅毒だけど妹のダキは先天性梅毒じゃないっていう状態になっているのだと思います。はいね、結構整合性がかなり取れているなっていうふうに思ったので、もう個人的にはもうめちゃくちゃここで感銘を受けました。はい、ということで梅毒については以上になるのですが、最後に性感染症について少し触れたいと思います。で、僕はこの性感染症の定期検査を強くお勧めしております。というのも、こう梅毒に限らずなんですけど、クラミジアであったり淋病なんかも症状に気づかずに知らず知らずのうちに病気が進行してしまったりとか、あとはパートナーに移してしまったりとか、そういったことが起こり得るんですね。なのでご自身の健康のためであったりとか、またはパートナーのためですねにも、そういった定期検査を受けることで、まあ、安心はできるのかなっていうふうに思います。とはいえ、こういった主な性感染症の検査を受けていると費用がだいたい2万円ぐらいかかってしまいます。ただお近くの保健所で無料で受けれるっていう場合もありますので、そちらはご自身で調べて行ってみるのも良いかと思います。それから母子感染が出てきたので、これについて少しお伝えしたいのですが、現代では妊娠が発覚すると妊婦さんにこの性感染症の検査を受けてもらっています。ただこれ本当にある話だそうなんですけど、その検査後に旦那さんが外で浮気をしてきて、で性感染症にかかって、それを妊婦さんに移してしまって、でそれがさらにこの胎児赤ちゃんに移ってしまうっていう、もうなんとも恐ろしいことがあるそうです。結婚であったり妊娠を経験したことがない僕が言うのも少し変な話かもしれませんが、まあ、確かにこう男の欲としてそういったことをしたいなって思う時はありますが、この倫理的に考えた時にやっぱりこう妊娠中の浮気ほど最低な行為はないのかなっていうふうに思います。はい、ということで少し話がそれましたが、この動画をきっかけに定期検査の重要性っていうのを改めて考えてくださると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。